はい、よろしくお願いします。今回は数三の合成関数の微分法丸二をお送りします。で、前回ね、合成関数やりまして、それのちょっと難しい、まあ、めんどくさいタイプのね、問題を今回4問やりますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、基本的なやり方については、まあ、前回の動画で説明しているので、そこはね、ちょっと割愛しますが、まず1番は、ルートの中が、まあ、ちょっとね、長くなってると。で、ルートっていうのは、これ書き直すと、その中身、x2 乗マイナス 3x マイナス1の2分の1乗なんですよね。ルートっていうのは。じゃあ、これだと思って、あとはルールに沿ってやっていこうと。で、まず、こいつを一塊だと考えて、微分をしましょう。で、2分の1、肩の数字が出てくるんで、y ダッシュ、まず2分の1が出てきますと。で、こいつを1セットって考えて、肩の数字は1引かなきゃいけないから、2分の1から1を引いて、マイナス2分の1にしましょうと。で、今、一塊と考えたこいつを微分するものをかければいいから、かける、こいつ微分すると、2x マイナス3と、こうなります。で、あとはこれをまとめれば OK なので、マイナス2分の1乗っていうのは、これにルートをつけたものが分母に来ます。下に。で、今分母はあと2もいるので、まとめてしまうと、2ルート x2 乗マイナス 3x マイナス1分の、上に乗るのがこいつですね。2x マイナス3となる。ちょっと狭くなっちゃいましたけど。これで OK という形になります。ちょっと伸ばしますか。まあやってるルールはね、同じなので、まあこんな感じでやってみてください。自分はね、ルートを攻めるのがあんま好きではないので、いつもこうやって2分の1乗とか、あとこっちもそうなんですけど、これ、ルート、カッコマイナス、ごめん、カッコ 2x マイナス3の3乗が入ってますと。で、ルートっていうのはね、本当はここにこう2乗根の2が隠れてるんですけど、で、これを書き直すと、2x マイナス3の2分の3乗なんですよね。まあ、これは別の単元の勉強になりますけど、2分の3乗です。無理やり書くんだったら、これも1乗が隠れてるんで、外に2があってね、2分の1乗って書き直すんですけど、じゃあこいつ2分の3乗っていうことが分かってしまえば、あとは同じです、こっちとね。y ダッシュ。まずは肩の数字を出します。2分の3。で、肩の数字を1下げます。そうすると2分の1。で、こいつを一塊で考えたので、こいつを微分したものをかけると2になります。で、これはまあシンプルですね。2を約分できますし、2分の1乗っていうのはただのルートになるので、イコール、3、ルート、2x マイナス3と。これで終了となります。で、次ですね。まあ、3番、4番と分数が続くんですが、ここがやっぱりめんどくさいです。個人的には。ただ、やることは、あとやり方は一緒で、まあ、このね、ルートの中、ルートじゃない。括弧の中身の分数を一塊だと思って考えていきます。で、まずは、肩についてる数字を出しましょう。で、一塊で分かってるものを書いて、肩の数字を1個下げます。まあ、普通に微分した形だと思ってください。で、これに今、このね、ワンセット、塊で考えたものを微分したものを書けるじゃないですか。で、これは分数になってるので、小の微分法のところのあれを使います。で、中括弧にしなくてもいけるかな。行きましょうか。で、小の微分法は、まず、分母を2乗しますね。x2 乗プラス1の2乗。下を2乗します、分母。で、上、分子に関しては、上、もともとね、上微分して下そのまんま。引く、下微分して上そのまんまです。上から微分から始めます。だから、上微分すると2です。2x 微分するとね。で、それをこいつにかけるので、ちょっと暗算で言っちゃいますけど、2x2 乗プラス2となります。
で、引くことの下微分したもの、2x ですね。それと上をかけるんで、4x2 乗とこうなります。まあ、これをまとめるのがちょっと待てっていう感じもしますけど、まず、こっからいきますか。ここをまとめると、マイナス 2x2 乗プラス2になるのか。マイナス、まあ、2をくぐり出して2、こっちの方が綺麗かな。まあ、2を出しておきます。で、ちょっと順序変えましたけど。ってなって、で、この3乗も分母と分子分けます。そうすると、分母はこのまんま、ちょっと書いちゃうね。この3乗になりますし、上はこいつの3乗。まあ、8x3 乗になりますけど。で、分母が、ここ同じものっていうか、ね、か、x2 乗プラス1なんで、3乗と2乗をくっつけて、x2 乗プラス1の5乗にしちゃいましょうっていうか、下入って、うわ。はい、ちょっと待ってね。もうちょい上だった。プラス1の5乗。OK、よし、OK。で、あとは、数字に関しては、ここが4ですよね。で、ここが 2x の3乗なんで、8。書いとこう。8x3 乗の8が出てくる。4と8が出てきて、あと2もか。2も出てくるから、こいつをまとめると、64か。合ってる？ちょっと不安になってきた。合ってるか。64の、で、x3 乗、これとね、x3 乗と、あとこの後ろのカッコをくっつけるから、1マイナス、x2 乗、カッコ閉じ。まあ、これでいいかなと思います。どっか間違った。ちょっとさっき解いたと違うんで、ここが違うんだ、俺。2x、微分して2で、かけるから 2x2 乗プラス2。いや、合ってるよね。合ってます。さっき俺が間違ったの。まあ、みんなのも、目に触れてるんであればきっと大丈夫かと思うんで、ごめんなさい。うんってなっちゃった。で、これで OK でございます。で、ラストですね。ラストもまあ分数です。で、ルートがもともとあるんで、この1番と同じように、自分はね、x マイナス3分の x プラス1の2分の1乗だと考えてやっていきます。で、同じようにやっていくと、y ダッシュ、肩の数字が出てきます。で、一塊って考えて、肩の実数を1下げるんで、マイナス2分の1乗と。で、後ろですね。こいつも分数になってるんで、小の微分法でいきましょうと。まず、下を2乗すると、x マイナス3の2乗。そして、分子、上を微分して下をかけます。上微分すると1なんで、それに下かければそのまま x マイナス3が来ますと。こうやってね。で、引くことの下微分すると1。それに上をかけるんで、もうマイナスね、今。暗算気に申し訳ない。こうなってるから、マイナス x マイナス1となって、こうですね。で、ここは結構楽そうですね。上が x 消えるんで、ここマイナス4しか残んないのか。で、あとは、一旦書くか。これ、このまま攻めると、危ないな。で、これですね。マイナス2分の1乗っていうのは、さっき言ったように、こう、ルートが、分母に来ます。で、普通に書くと、ごちゃごちゃして申し訳ないんですけど、x プラス1分の1ってこうなるんですよ。で、分母に分数が来たときは、この分母がひっくり返ります。だから、書き直すと、ルート x プラス1分の、ルート x マイナス3。もちろんルート繋げちゃっても構わないんですけど、という形になります。まあ、繋げておきますか。いや、分けよう。ルート x プラス1分のルート x マイナス3とこうなります。この部分ね、ひっくり返って。で、あとはここ、まとめておくと、まあ、カッコでいっか。x マイナス3の2乗、マイナス4とこうなります。で、ここは約分消えるんで、まあ消しておきましょうか。で、ここなんですけど、x マイナス3、こいつ書き直すと、ルートなんで、これ2分の1乗なんですよね、こいつ。で、2分の1乗とこの2乗、約分って言い方もあれだけど、割ることができます。で、やると、結局2分の1があって2があるんで、
ここの数字が、こっちが2分の3になります。2から2分の1を引く感じです。だからこれ消えると。こうなる。で、2分の3乗っていうのは、さっきの、どこにするかな？ここにする？2分の3乗っていうのは、書き直すとこれです。2分の3乗ね。で、今、ルート x プラス1が前にもこうかかってるので、ルートの中に一気にまとめちゃった方が綺麗かなと思います。なので、ルートが、x プラス1と x マイナス3の3乗、まあ、くっつけてね、ルートの中に入れちゃいましたと。で、あとは上にマイナス2が、よいしょ、乗ればいいので、これで、よいしょ、終了となります。ギリかな。ちょっと下げますか、ちょっとだけね。申し訳ない。よいしょ。っていう感じです。まあ、多分4番とかアプローチの仕方はもうちょっと楽なのもありそうなんですけど、自分がこのやり方というか、このルートをいつも解いてしまうので、今回このね、やり方紹介になってしまったんですが、もしかしたらもっとね、いい方法があったら申し訳ない。まあ、ひとまずね、ちょっとでも参考になれば嬉しいです。では、今回はね、合成関数の微分法丸2をさせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。